時に強い一体感とともに爆発的な面白さを発揮する反面、疎外感を感じさせることもある内輪ネタ。人生はそんな輪に入っては出ての繰り返し。うん、放送開始からおよそ2年、そろそろラジオ番組にありがちな内輪感も強まってくるタイミングで内輪ネタについて今日は考えます。これは素晴らしい特集ですよね。 本当にさ、人生って、そんな輪に入っては出ての繰り返しじゃないですか、うん。物心ついた時から、その親戚のおっちゃんとか、先生のモノマネが一番面白かったですからね<ー>。本当にそうだ。今でも。そうか。ああ、ああ、ああ。あ、で、なんから親、だって幼少期って親の真似して、うん、真似するんじゃないのって怒られるじゃないですか。とかね。でも言葉を覚えるのってそもそも親の真似じゃんとかもありますね。本当だ。うん、じゃあ、その、元、 後の学びからもう内はネタみたいな。そうですよね。そうですよね。こうするもんだって、親戚とか親から学んでいくから。か学校の授業って内話じゃないですか。そう。そうそうそう。<ー>完全にそうですよ、ね、みんなで同じものを学んで,で。僕一応2年間この番組、一応全部聞いてるんですけど、えー、今日の他の呼びもね。そう,そ,うそう、他の呼びも,、ね、も全部聞いてるんですけど、<い>今日のオープニングが一番ラジオっぽかったですもん。え どういうことですかその、ラジオってやっぱ内輪だから、その内輪の話してる感じとか、そのラジオリスナーですよね、あなたはっていう前提のメール募集してる感じとか含めて。確かに。すごいラジオっぽかった。天気と内輪っていう。あ、そう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 。天気と内輪の日本立て。そう、すごいラジオっぽかった。そう。そう、そもそも内輪ネタってどういうものなのかをちょっとまず考えたくて。定義。うん。 外の人には分かんないことが前提になってて、で、それに、いや、それ誰が分かんねえみたいなことも含めての楽しさもありますよね。その、居酒屋とかで同窓会の二次会みたいな、結婚式の二次会とかで集まってる時に、隣のテーブルが聞いたら1ミリも面白くないんだろうな。 でも、うちらは面白いよな、みたいな。でも、それが基準かもしれないですね。隣のテーブルが聞いても面白くない。うん、そう。でも、それって、テレビ見てても思う時もあって、テレビでうちはってどういう時思います<ー>例えば、その、さんまさんが、その、離婚ネタとかそういうのいじってる、その、ずっと喋ってる人みたいなのいじってる時とかって、はい、その、外国の人が見ても面白くないっていうか、さんまさんがそういう人なんだっていう前提でショートカットしてる、僕らが、 笑える笑いってあると思うんですけど、うん、そう思うとほとんど内輪ネタだなとは思いますよね。やっぱりね。まあ、大きく見ると、ね。そう考えるとその内はすごい広いですよね。うん、日本で考えると、<本>さんまさんの前提を知っている国民が多すぎるっていう。うん、そう。よく若手県民の人とかに言われるのは、その国民の内輪ネタになるっていうのが売れるっていうことだって。 よくね、なんか、養成所の先生とか、先輩芸人とかよく言ってますけど、すごいなそう、究極に面白いとか、心理的に面白いとか、うん、そういうことは必要なくて、誰にとってもの内輪になるのが売れるってことやで、みたいなのはなんかよく聞きますよね。あ<ー>うん。だから、内輪と内輪じゃないものの境目って実は結構難しいっていうか、境目はないような気もするんですよね。 確かに。うん。なんで、何でもうちはわタかもしれない。実は。そうですね。だからそのテーブルがどれだけ大きいか小さいかによるうのは、そう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 。うん、1億人で同窓会やってるのがさんまさんの笑いみたいな。はい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 。<laughs> ところもちょっとあるのかな。うん、まあグラデーションはありますよね。その大きさ。なるほど。うん、私なんか、このテーマに入ってからうちはわタピンと来てないんですけど、想像して、なんか私、 この内話ネタ喋ってるところにいる私恥ずかしいって思うものが、ね、内はネタかも。あ<ー>あ。あこれ他の人に聞かれたくない。恥ずかしいっていう時ある。なるほど。うん。家族あるあるとか。家族とか、なんかちょっと5、6人の、 野球部とかがやってるノリとか見ると、すごい恥ずかしかった。あ、バービーさんがそこにいたら、そういうこと、あ、なるほど、なるほど。ちょっと恥ずかしい気持ちになって。恥ずかしい気持ちになる。うちネタ。僕に見ると。少年の時のね。ただバービーさんってすっごい、そのうちネタからかなり遠いところにいる方だなってすごい思ってて。だからピンとこないのかな。すっごいね、おっしゃらない、うちネタ。そそれが売れてるってことだと思うんだよな。そうかな うちはネタって何があったかなっていうの、あんまピンとこないんですよ。よくね、タレントさんとか芸人さんだと、その界隈の方々の話が絶対人の名前が出てきて、芸人さんもそうですし、吉本さんとかだとその上下の話とか、知ってる前提でこう、まあ皆さん有名な方だからね、お話してくださったりとか、まあ話しん界隈だと、まあ周りの仲間の話全員出てくるし。落語家の界隈ではこういう風習があるんだよっていうのを笑いにしたりとかね。ただね、ば、あとご家族ネタだったりとか。 絆がないんじゃない <laughs> 今ちょっと気づいちゃったんだけど。どう,絆ないうちわと雪。うう<え>いや、でも掘ればあるじゃないですか。まあ、うっすとだって先週すっごいうちわネタでしたよ。<laughs> うちはあ、そう、家族ね。<laughs> そうですよ。旦那様、つーたんさんがいらっしゃっての。そうそう、究極のうちネタでしたよ、先週は。ね、いや、だから二人の間でのうちはめちゃめちゃありますよ。うん、だけどそ,う、ね、それ,はもそれは出さないっていう。 そうそうそう、二人だけのやつでっていう、うん。<laughs> 表向き、ね、裏向きっていう。うん、そう、だから、その、バービーさんはその個人としての魅力がみんなに知れてるから、それを振られる機会も少ないんだと思うんですけど、はあ、僕とかはまだまだこう自己紹介が必要な立場なので、はあ、結構その、ゲストで行った時とかに、はあ、爆笑問題さんとの関係性はとか、大田光み社長にこういうこと言われたんですよね、<ー>とかのそのエピソードで振ってもらう。 はい、ウエストランドさんはとか、はい、そういうので振ってもらうことがすごく多いんで、はい、うち、んうん、はネタを振ってもらえることがすごい助かるっていう場面も結構ありますねそうなんだ、うん、なるほどねだそう考えるとその事務所のイメージとかもあると思うんですよね、はい、カラーとか,、うん、なんかちょっとつながってる事務所みたいなところだとメディアだとよくいじられがちですけれども「うんはい、タイタン」の芸人は基本的にそのウエストランドの井口さんが仕上げた「タイタン漫談」をもうフリー素材として自分たちのエピソードのように使ってるっていう。<laughs> えー 風習があって、もう伝統落語みたいな、古典芸能みたいな感じで、<laughs> 三千代さん、<ー>太田さん、田中さんの中で、意外に田中さんが一番やばい人なんですよ、みたいな。 漫談とかもうタタインのやつ全員使ってていいことになっったりしますねやぱ仲がいいっていうのが条件なんじゃないですか。コミュニケーションないと言えないですね。そうですね。名前出して通じるっていうのもね、その内輪の速度が速いっていう感じもありがたいですその方のキャラクターもみんなが知ってるみたいなものがないと。そうですね。逆に、こう、疎外感を感じた側になったことありますか内輪ネタに入れなかった時みたいな。 もう30分前に感じてますオープニング。で、なんでこの番組で感じるそう、この番組で素早い感感じないでいただきたいなまあ、あるのはその時代の話とかね。その、上の世代の芸能の名前いっぱい出てくるときに、あ、ちょっと入れない時間始まったなみたいな。あ、そういうのはもうね、確かにね。あと30分あるなこれとか。そう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 。野球プロレス。野球プロレス。完全にこれはプロレスね。そう。やっぱプロレスの人はさ、やっぱさ、そういう、 うちわが好きだからさ、プロレスだから。そういうこと言わないでください。喧嘩売らないでください。そのラブってもう、うちわだからこその楽しさみたいなね。温度上がってる感じも感じますよね、外からね。すごいんだよなそう考えると、私たち。あの、ニチップとか。かるわ。大島さんとルあの、ブルボーヌさん以前、大島さんコラムで推してて。で、ツータンさんもご覧になってて、うちを見てて。だけど、バービーさんだけ見てなかったじゃないですか。そういう見てる、見てないとか、ドラマの。うん。 そういうのもありませんかその間ね、4人でね、あの番組の後ね、飲みに行かしてもらった時に、その、誰々の子みたいな。はその、つーたさんが推してる子とか、僕が推してる子とかの時に、バービーさんが聞きかじってるから、その、あね何の子でしょって言って、全部違ったの面白かったです。あ、違う、それは桃が、とか。それが、それあれなんじゃないですかそれ、内輪という、内輪ネタなんじゃないですか僕5回ぐらいラリーして全部違ったのが面白かったです。 全部そうなんですよ隣のテーブルが聞いても、うん、理解できない面白くないが、うん、内輪ネタか、うん、内輪ネ,、うん、ネタじゃないかみたいなこないだ僕あの浅草キッドの水道橋博士と吉田豪さんのトークライブに呼ばれて、はい、その真ん中に挟まれたんですけどそのプロレスの下り始まった時10分ぐらい一言も喋れない瞬間ありましたプロレス始まるとトーね <laughs> そう両サイドがプロレスものなんですごいな <laughs> ししてるだけの時間ありましたただやっぱ普段の場ではそういうこといっぱいあると思うんですけど困るのがそういういメディアでそういうことに直面した時とか視聴者側リスナー側でなった時にあなたはどう思いますかっていうのをぜひ伺いたくて<ー>ラジオだと結構まあこの番組ね3人で喋ってますけれども基本まあパーソナリティの方とアシスタントといて2人で喋ることが多くて入社してすぐの時はどうしてもこう内輪になると新しいリスナーの方がついてこられないからそれを阻止するようにに か頑張っっててくれなので結構ラジオのアナウンサーってすごい説明しがちじゃないですか以前ねこれに出たなんとかさんという方がいらっしゃってその方の話ですよねみたいなことをパーソナリティの方に。で多分ラジオは長年それで悩んできて深夜ラジオだとそうち輪ネタが魅力なところもあるんですけど昼のねワイド番組とかだとそうもいかなくって。 テーブル挟んで向かい合って座ってますけれども、うん、テレビみたいに並んで座って、<え>ラジオの生放送やってたこともあるんですって。家族ゲームの食事みたいな。<laughs> そうそうそう,そう<ー>。え、それ絶対良くないですよね。で、皆さんって言って二人で喋るんですよっていう気持ちを出そうとしたこともあったらしいです。ああ<ー>、えー、試みとしてはわかるけど。うん それ、ラジオ入ってきたときに、あの、私、アシスタントさんっていうか、あの、一緒にやってくれる方が、はい、アナウンサーの方ばかりだったんで、うん、いちいち、いちいちって言ってダメだね。あの、毎回る、やがってる毎回、訂正っていうかね、はい、補足、補足,補足入れてくれて、うん、あ、ダメなんだって思って、私、叱られてるんだと思って、それから、あ,あの、そういうこと言わないように。 そういう役割分担ですからね。そう役割だったんだ。その方々も好きで言ってるんじゃないと思いますよ。そうそうだったんだ。ラジオってダメなんだ。ちゃんと言わなきゃダメなんだと思って怒られてると思って。それってそうなんですよ。ネタを説明してるような。確かにそう、な役割ではありますよね。そうなんだ。ずとそう思うんですよ。子さんリスナーが多い番組とかでアシスタントの人変わったりすると、そのアシスタントに常に厳しいリスナーの方とかね、いっぱい出てきたりとか、いや、それ分かってるよ。いちいち説明しなくても、みたいな。いやいや、あなたは分かるかもしれないけど分からない。 人に向けて喋ってるんですよとかもね、いろいろ説明したいことありますよね。うちはの構造を作るんだから結構誰かが誰かが頑張ってるっていうのはありますね。そうですよね。本当にね、私は本当はうちはネタ大好きで、知り合いといる時も番組でも面白いし、リスナー側としても面白いんですけど、やっぱそれが悪だみたいな教えというかなんか義務みたいなのを感じてました。背負ってきたね、職業の役割があるからね。 だったんだなと思って。うん、<ー>それでも誰かにはやってほしいんだよなその部活のあるあるみたいなので、<ー>そのもういない OB のことを3年生がいじってる時に、<ー>全然面白くない時に。<ー> <laughs> はい、に、一人説明してくれる先輩がいたら、めっちゃ好きになりましたね。いるいるいるそういう人いますよね、うん。あ、これね、誰々さんっていう人いて、とか、写真見せてくれたりとかして、この人、なんか、あの、OB 会とかで来るかもしれないから、絶対覚えておいた方がいいよ、みたいな、の、ちょろっと説明してくれる人は、マジで好きになった、すぐ。わかります。あと、<ー>と誰かが飲み会い中にお手洗い行って帰ってきて、今この話って言,言ってくれる人それ最短究極の内話ネタですね。いい今この5分の間に急に話題変わった話ね。<laughs> <laughs> で、そんなんがらあらす、 さっとこう、止める。でのあらすじみたいな。そう。確かに。そうしてますよね。それもうちのネタだ。しいですね。うん。確かにね。確かに説明してくれしてほしいんだよな、本当は。ああ。でもプロレスのあるある説明されてもわかんないときはわかんないですしね。そうですね。私でもなんかその、自分の番組はい。あの、テレビっていうか、あの、ネットだけど、やってたときは、はい。その、 スタッフさんとかを毎回表に引っ張り出してきてたんだけど。内間乗りな <laughs> 内間乗、ね、りなんだけど。はい、で,でもそのなんだろう。名前を、いつ誰が見てもいいような名前に変えてた。あの、あ<ー>ずっと汗がだらだら止まらない音声さんがいた時は、汗かき音声さんだし、<laughs> あの、一般の方に声かけるときにね、生放送中に、あの、書面を、はい、あの、書く。 か、書いてもらう係の AP さん今には、今から、あの、いいか悪いか OK サインもらいに行こうばさん行きますからね、とか。あ<ー>、なるほど。そすごいそれ。そこで、誰でもわかるあだ名にしてたかもしれない。あ,あ、いいですね。とは思った確かに。確か<ー>う,うん。本当の名前言ってもね。うんうん,うんうん。あの、視聴者の皆さんに伝わないですもんね。そう、そうなんですね。覚えるの大変ですもんね。うん,う,んうん。 確かにね。それとすとちょっとハラスメントっぽいかもっていうのは、それだけの人みたいなね。<laughs> そうですね。それだけの人間だみたいな。<laughs> ね、お前はただの汗かきな音声だけの人間だみたいな。<laughs> <そう> <laughs> 確かに。今の時代考えたら確かに、ね。<laughs> いやこ,この方、本当にいろんな魅力的な側面いっぱいあるんですけれども、<laughs> うん、この場に及んでは汗をかく音声さんとして一週目だから、一週目。一週目だから。<laughs> あ、ベチャオさんだった名前、そうだ。ね、<laughs> ごめんなさい。<laughs> おおなかなかですね。そうですね。確か、すごい、前、前だったから。れは吉橋ですね。本人が嫌がってなければ、全然、そっちの方がいいし、名前知られたくないとかもあるかもしれないですし。うん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 。名前で、皆さん、一目で見て、その人だと分かる、みたいなのを言ってた。そうね。しか、シスさんと言ったら説明されますよ、絶対。あ、そっか。汗をかくので、べちゃべちゃという意味で、あとて、美千さんと今、呼んでる人にさせてもらってま昼とかだとそうだと思うけど。アベマだったからよかったあ。 ラジオのスタッフさんへのあだ名とか、結構深夜とかだとひどいのありますよね。あ、そうなんだ。なんか、バナナマンさんのラジオ、泥棒とか、なんか、そう三四郎さんの番組で、ネズミとか、ハゲとか、ハゲっていう名前の人いるんですよ。三四郎さんのラジオで。ひどすぎませんしかも、3、4年前ぐらいからですよ。徐々に、なんかそういうのもできづらくなってるし、だから、よく、まあ、なんていうんですか、イニシャル。 トークだったりとか、そうね。ああいうのも、まあ、内輪乗りの一種だと思うんで、徐々になんか、そのコンプライアンスもかかってきてるのかもしれないです。確かに。うん、その聖域でもあったりもするかもしれないです、ねはい。そう、だって内輪ネタってさ、ほとんど悪口みたいなもんじゃないですか。うん、確かに。 だから、うわー、やめましょうようちはノリ。<laughs> いや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 。そんな。私この間先週実家帰った時に、<わ>あの父親お姉ちゃんお兄ちゃんが全員近所の悪口近所割口っていうかな、ね、近所のどうでもいい話をずっとしてるんですよ。これがうちはネタですよね。うん、多分ね。うん、なんか私もう具合悪くなっちゃって。<laughs> なんでこんなこんなって言ったらダメなんだけど。いやいやめっちゃわかるな。この話。 楽し、して楽しいか。わかるな。っていう感じになっちゃって、うん、ちょっと寝込んじゃいましたわ、ね、かる。でも、してる方が楽しいんですよね。だ,ねだからやっぱ特集でわかったのって、うち、ん、わ乗りって多分必要ないです。 うん、多少ね、クリエイティブにしてほしいんだよな、<ー>やっぱ、うん。時代に合わせてアップデートが必要かも結婚式の二次会とか行くたびに、同じうちわネタのパッケージで1から10まで再放送されてるの、すごい嫌なんですよね。へぇ、うん、えそんなに自分入ってると、何回でもお腹よじれませんか、うん、いや、俺途中から面白くないんだよな。 あの水曜日のダウンタウンの先生のものまねをものまね芸人の人はすごいちゃんとやるみたいなギャラクシーショーのやつとかで泣いちゃってる生徒とかっあれいいですよあれすっげえ気持ち分かった生徒の顔見てるだけで涙でそう10回ぐらい見たもん1週間であれ,あれぐらい何かすごく頑張ったうちはネタとかはもう拍手者ですよねいやそこ のクオリティ出せますうちはネタで、<ー>近所の人の悪口でちゃんともう下げまでしっかりやりますみたいな。<笑><笑>どんどん持ってって面白くなっていくとかはできると思うんだよな。そうですね、うん、センスですね。うん、そう、関連<う>、ね、が必要かもしれない。ちょっと引き続きあのあなたの周りのうちはネタのメールをお待ちしております。メールアドレスおいでよ at m ー r k joqr dot net です。